公衆温度は、滋賀県を中心に、近畿地方各地で盆踊りに用いられる温度。棚温度と座敷温度の2種類がある。独立した舞台芸としても行われると呼ばれる。公衆とは、大御国の別称である。音を出せるよう加工されたホラ貝の貝殻。2006年、岐阜城資料館。隣には、釈城がある。仏教の故郷の不死である生命を源流とし、 山節らによる民間布教手段として派生した祭門が一部で娯楽化し、次第に宗教色を薄めて遊芸としての祭門語りが独立した。浄瑠璃に近い説教説や何は武士を生んだ浮かれ武士などより下部たものとされ、語りの合間にホラガイを拡声器として用いて、一堂でデロレン、デロレンという愛の手を入れることから、デロレン祭門と総称された。 同様の成立過程をたどった者には、元人坊主がこととした、アホダラ行や、チョンガレ、ハルコマブシ、ホメラなどと呼ばれた諸芸などがあったが、テレビが普及した高度経済成長期を最後に、継承者は与えている。江戸時代末期、武蔵国のデロレン在門の名人満法院、桜川雛山の弟子である、西沢虎吉が、歌念仏、念仏踊りを細門に取り入れた。 独特の節回しを考案し、和芸を踊りと融合させた新たな温度を作り上げた。これは、サイモン温度と言われ、当初は、大見国神崎軍妖怪地で踊られた。さらに、虎吉と信仰のあった奥村旧左衛門の協力で演目などを整備し、明治初年に、大見国愛知軍枝村の千樹寺の幾度目かの、再建記念の楽芸法要の時に踊りを披露したのが、 公衆温度の始まりとされる。その後次第に、滋賀県内各地に広まっていった。虎吉は西門語の芸名を、桜川歌虎としていたが、師匠桜川日な山の許しを受けて、初代桜川大流に改名して、宗家を名乗るようになった。また、明治末に、大流のモンテーラは、大阪に日前界隈の寄せにこぞって進出し、公衆温度は、 落語や音楽と並んで人気の演目となった。また、大阪府三島郡が地絶村の温度取出身の漫才師砂川捨丸や、従来の三河一万歳を収めた中郷地の公衆温度取りの卵や煙突の大成功を追って、志ある一部の温度取りは、漫才、浪曲などの舞台芸に展示、今日の演芸の源流の一つにもなった。古い漫才の名跡である砂川、 桜川、荒川、河内屋、菅原屋といった名字はいずれも大阪の公衆温度取りから派生し、諸角屋は歌舞伎俳優からにわかに転じたものが多かったところから派生した。元来の源流は、大見商人兼業の温度取りたちが、東海道、京海道、西国海道、清滝海道、伊賀海道、奈良海道など商用で訪れた各地の人々に、余暇として、 公衆温度を伝えたことが元となり、各地で独自の改良を加えられ、重なり大阪の公衆温度が生まれ、河内温度の成立にも多大な影響を及ぼした。明治中期から後期にかけて、公衆温度が旧来から存在する、その他の諸芸と並んで興行として演じられるようになってからは、江戸中期以来大阪で盛んに演じられ、人気を博した即興喜劇である、にわか。 同様のサイモンを源流とする、高発芸の老曲などの諸芸と融合し、大見とはかなり異なる、別のスタイルで、大阪でも独自の発展、変革を遂げた。以上のように、公衆温度を成立させた二人が立ち上げた次の二つの流派が源流とされる。いずれも、良いと良い山かどっこいさの瀬の愛の手のほか、温度の途中に、デロレン、 デロレンの一節を昭和する形を継承しており、公衆温度がデロレン在門の経譜にあることを主張している。公衆温度の発祥地とされる場所は2カ所あり、領地に石碑が建立されているが、どちらが真の発祥地とも言い難い。桜川大流の出身地である犬上郡川瀬村宝蔵寺にも石碑がある。また、発祥地以外にも桜川大流の石碑は、 滋賀県内各地に点在している。地域差により若干相違するが、以下のものが、代表的な温度の出出し温度取り、あ、こりゃどっこいせはやし、こら、しっかりせ温度取り、ええみいからなさまたのからみまーすはやし、そら、どっこいしょ温度取り、あ、これからよいやせと声からかけたのみからます、はやし、あ、よいやさあのせの、どっこいさあのせ温度取り、えさてはこの場からのみなさんやはやし、 あらどしたい。ありがとうございます。